私は望月凛、どこにでもいる小学4年生、カウンセリングの先生をしている。はい、次の人どうぞ。失礼します。どうした？実は今大学生なんですけど、とても不安で仕方がなくて困ってるんです。一体何が不安なんだ？将来のこととか人間関係のことですね。最近は仲が良かった友達と疎遠になってしまって、私だけ孤立してて、あと就活も不安だし。そうか、よし、お前のその不安私が取り除いてやろう。子供なのにできるんですか？私に不可能はない。頭脳は大人、見た目は子供、天才カウンセラー望月凛だぞ。ああ、そうなんですね。いや、ここは笑えよ。まあいい、今日はお前の不安を消し去る方法を5つ紹介しよう。これだ、一つずつ分かりやすく説明していく。はい、お願いします。まず一つ目、心配事の 96% は実際には起こらないだ。え？ 96% が起こらない？ああ、ミシガン大学の研究チームが心配事について調査した結果、心配事の 80% は起こらないということが分かったんだ。本当ですか？ああ、しかも残りの 20% のうち 16% はあらかじめ準備しておけば対処できることだった。起こりうるのは 4% のみ。そうなんですね。ああ、お前が不安に感じていることは実際には起こらない可能性が高いし、起こったとしても何とでもなるんだよ。実際お前、今までずっとなんとかピンチを乗り越えて生きてきているわけだし。でも私不安で、私頭が良くないし、今不況だから就活して内定取れるか不安だし、もしこのままどこからも内定をもらえなかったら、この先どうなるんだろうって思って。なるほどな、こう考えてみないか。不安は悪いものではない。不安があるから行動できると。え？不安は行動するための原動力だ。受験に受かるか不安だから受験勉強を頑張れるし、告白が成功するか不安だから自分を磨ける。もし 100% 安心なら人間は怠けちゃうぞ。そう考えると不安も案外悪いものじゃない。確かに、未来のことを考えて不安が大きくなったら、まずその不安がほとんど起こらないことを理解した上で準備すればいい。不安を努力に変えて今をよりいいものにしていくんだ。はい。他に不安なことは？昔親友だった人が最近大学生になってから全然連絡を返してくれなくなって、どんどん疎遠になってるんです。一生友達だって言ったのに、連絡しても 2,3 日遅れて返信してくるんですよ。ひどいでしょ？なるほどな。そんなお前には2つ目、他人に依存しないを教えよう。依存？ああ、昔あるミュージシャンの曲でこんな歌詞があった。どれほど分かり合える同士でも孤独な夜はやってくると。あの歌詞は本当に深いなと思う。つまり私たちが一緒に付き合える期間って決まっているんだよ。え？ほら、食べ物や飲み物みたいに人間関係にも賞味期限があるんだよ。もちろん子供の頃から死ぬまでずーっと仲がいいっていう人も稀にいるけどな。でもほとんどの人は10年単位で友達は移り変わっていくと思っていい。そんな。人と別れて新しい人と出会って、そしてまた別れが来る。これを繰り返すのが人生なんだな。なぜ先生は人間関係に賞味期限があると思うんですか？ほら、子供の頃は同じ目標、同じ目線だっただろう。受験勉強とか恋とか就活とかゲームとかな。みんな同じ学校で同じことを頑張り、共通の悩みや受験というゴールがあった。ああ、はい。でも大人になるとその価値観がバラバラになるんだ。子供ができた人、課長になった人、芸能人になった人、食べるもの、思考、ゴールも全て違う。そうすると今までのメンツと一緒にいても違和感を覚えることになる。そうして人は今までの友達と離れて自分と同じ価値観を持っている人と過ごすことになる。ママ友はママ友と、社長は社長と、ニートはニートと、そっちの方が楽だからな。昔の友人と疎遠になるのは2人が成長した証拠だ。自然なことだ。ちょっと疎遠になったくらいで気にする必要はない。なるほど。そもそもお前が相手の女性にイライラするのは依存している証拠だ。依存？ああ、イライラするのは相手を自分の思い通りにコントロールできないからだ。でも他人はコントロールできない。そんなの友達からしたら鬱陶しいんだよ。そうか。どんなに素晴らしい関係もいつか賞味期限が切れるように終わる。じゃあ私たちはもう昔のように戻れないってことですね。そうでもない。え？もしかしたらまたいつか生きていれば二人の人生が交わることがあるかもしれない。それはその時にしかわからない。大事なのは今つながっている人を大事にすることだ。離れていく友達ではなく、今一緒にいてくれる友達を大切にするんだ。はい。
他の不安は、最近他の友達と揉めていて。なんで？実は友達の誕生日会があったんですけど、私その人のことはあんまり好きじゃなくて、だからその日はアルバイトしてたんです。そしたら次の日にその友達に、友達の誕生日会は無理してでも駆けつけるべきだって言われて、期待していたのにがっかりしたって言われてしまったんです。それがすごくショックで。なるほど。そんなお前には3つ目の他人の期待に応えなくていいを教える。え、がっかりさせたらダメですよ。期待に応えないと。そもそも期待って具体的じゃないんだよ。どうすれば相手が満足するかって全然明確じゃない。お前が誕生日会に行ったって楽しくなさそうにしていたらがっかりされるかもしれないぞ。はい。いいか、期待って相手を追い詰める行為なんだ。お前は何のために生きてるんだ？他人の期待に応えるためか。残念だけど、お前がどんだけ期待に応えようと頑張っても何かあれば相手はがっかりするぞ。でもそれでその友達から見放されたら？自分はこのグループに合わなかったと思っておけばいい。合わないやつといても楽しくないだろう。正直嫌な人には嫌われた方がいい。嫌なやつに好かれた方が大変だぞ。そう思わないか？まあ確かに。嫌いな人から毎日連絡が来たり、一緒に遊びに行こうと誘われたりするんだぞ。嫌いなやつから一緒にキャンプ行こうとか言われたら人生の終わりだろう。はい。他人にがっかりされていいし、嫌な人には堂々と嫌われていい。そもそも相性があるんだから、みんなと仲良くなれるわけないし。確かに嫌いな人には嫌われるか。なるほどな。不安は全部解決したか？うん、実は私まだ不安があって。まだあるのか、聞くぞ。実は一人で海外旅行でシンガポールに行こうと思ってるんですけど、怖いんです。何が怖い？ほら、タクシーでぼったくられたらどうしようとか、ホテルの予約取れなかったらどうしようとか、英語が通じなかったらどうしようとか、食べ物食べてお腹壊したらどうしようとか。はぁ、怖い。落ち着け、その不安わかるぞ。人は新しいことに挑戦するときに不安を抱く生き物だ。誰だってそうだ。どうなるかわからないから不安なのだ。だからこそ失敗するのをおすすめする。え？失敗する？ああ、お前は失敗するかもしれないという不安で動けないんだろ？はい。だったら失敗してしまえばいい。なんでですか？例えば iPhone に傷がつくのを恐れて外に持ち出せない人がいたとしよう。はい。でももし iPhone を3回地面に落として傷がついたとしたら、 iPhone が傷つくのを恐れるか？恐れませんね。そうだろう。はい、そもそも傷ついてますもんね。そうそう。告白もさ、10回振られたらもう無敵だよ。何回でも告白できちゃう。そうかもしれませんね。つまり逆説的だけど、失敗してないから不安なんだよ。なるほど。失敗してもいいからやってみればいいんだよ。ちなみにずっと勝ち続けるボクサーほど不安なんだぞ。いつ負けるのか、夜も眠れないくらいビクビクしているんだ。今お前は自分の中でやらない理由を考え、不安な気持ちを増殖させている。人はやらない理由を考える天才だ。どれだけでもやらない理由なんて作り出せる。だからある程度考えたらやってしまえ。やって失敗したらもう失敗を恐れなくなれる。不安から逃げると一生不安から逃げる人生で終わってしまうぞ。どっちみち得だ。はい。なんかすっきりしました。それは良かった。最後に5つ目、歩いて寝るを説明して終わりにする。歩いて寝る？ああ、毎日1万歩歩いて8時間は寝ろ。どんな自己啓発やカウンセリングよりも圧倒的に効果があるぞ。そんなシンプルなことが？睡眠が一番大事だ。とにかく嫌なことがあったら寝るんだ。ぐっすり寝れるようにちゃんと歩いて疲れろ。あ、わかりました。林先生ありがとうございました。ああ。はい、望月凛です。今日は鈴木優さんの書かれた無、最高の状態について解説していこうと思います。早速だが、お前は最近不安や心配事はあるか？ありまくりですよ。仕事の悩みとか将来の心配とか、毎日ストレスです。自分この先どうなっちゃうんだろう。人間生きていれば辛いことや苦しいことがあるからな。誰しも不安や苦しみは抱えていると思う。しかし心配事の 97% は実際には起こらないという研究結果が出ている。え、そうなんですか？
だから大体のことは実は心配する必要がないものだったりするんだ。だから気にするな。そうなんですね。じゃなくて、そう言われてもやっぱり心配なものは心配なんですよ。そうだな。気にするなと言われただけで悩みが解決するなら初めから悩んでいないだろうな。そうですよ。心配事は次々に出てくるし毎日辛いんです。そもそもその苦しみはなぜ生まれると思う？悩み事や心配事で辛いという人は実は自分の中でその苦しみを増幅させている可能性があるんだ。どういうことですか？気になるならぜひ授業を受けてみてほしい。今回の授業では人間のこの不安や苦しみの原因を知り、それを解決する最高の状態、無について解説していく。そんな方法があるんですか？はあ、早速授業を受けて苦しみを打ち消し、最高の状態を手に入れよう。それでは早速授業を開始する。まず人間の苦しみがどこから生まれてくるのかということについて話をする。結論から言うと、人間は自分自身に二の矢を放ってしまうことで苦しみが生まれるんだ。二の矢って何ですか？そうだな、では簡単な例え話をしよう。例えばお前が病気になって入院してしまったとする。この時病気による苦しみや痛みなどを感じるかもしれない。これを一の矢と呼ぶ。この一の矢は猿などの他の動物でも感じるものだ。これは生き物が生きていく上で必要な苦しみで、この苦しみだけは避けることができない。ふむふむ。しかし人間はそこから自分自身に第二の矢を放つ。医療費はどうしよう、普段から気をつけていれば会社の仕事はどうなるだろうなどと、現在ある事実だけでなく過去や未来にまでどんどん広がっていき、ネガティブな感情が次々に浮かんでくる。この二の矢が人間を苦しめる根本的な原因になっているんだ。それよくわかります。僕もそうやって自分に二の矢を放っているのかもしれません。一個うまくいかないことがあると、そこからいろいろごちゃごちゃ考えちゃうんですよね。他の生き物が一の矢の苦しみだけでとどまっているのに対し、人間は自分自身に二の矢を打つことでその苦しみをさらに増幅させてしまうんだ。しかもそれが過去に対する後悔や未来に対する余計な心配などを生み出す。過去のことは変えられないし、未来の心配はその時になってみないと実際に起こるかはわからないのにだ。なるほど。心配してもどうしようもないことをいろいろ考えてしまうから苦しいんですね。ああ、人間はこうやって自分の不安を自分の中でどんどん広げていく。これが人間を苦しめる原因になっているんだ。人間の苦しみは自分に二の矢を打つことから生まれるという話をしたが、この二の矢というのは全て自己の意識から生まれている。簡単に言えば、自己の意識が強ければ強いほど人は自分に二の矢を放ってしまうんだ。どういうことですか？詳しく説明しよう。まず自己とは自分が他者とは異なる存在であり、常に同じ人間であるという実感という意味だ。自分は自分ってことですね。簡単に言うとそうだな。この私は私であるという意識がなぜ自分に二の矢を放ってしまうことになるのか、それは自己が感情と時間の基準点になってしまうからだ。基準点？一の矢を受けた時、自己の意識が強いとこのような感情が生まれる。これは私のせいだ、私がなぜこんな目に遭うんだ。このように自己の意識が強いと私を基準とした感情が生まれることになる。こういったネガティブな感情は私を基準に広がり、未来や過去にもどんどん広がっていき、自分に二の矢を打つ。私は以前から不節制ばかりしていた、私はこの先どうなっちゃうんだろうという感じでな。こうやって自分の過去を掘り起こしたり、自分の未来の心配をしたり、自己に関するネガティブ意識が現在以外にも広がってしまうことで苦しみがどんどん増えていくんだ。なるほど。確かに人に怒られたりすると、自分っていつもこうなんだよなとか、自分の過去をネガティブに振り返っちゃったりしますね。まさにそんな感じだな。これは自己の意識が強ければ強いほどその傾向が強くなる。実際多くの研究でも、自己にこだわる人ほどメンタルを壊しやすいという傾向が何度も報告されてきた。これは自己にこだわりすぎるがゆえに自分に二の矢を放ってしまい、多くの苦しみが生まれてしまうからだと考えることができるだろう。自己意識が強いほど人は自分に二の矢を放ってしまう。これを覚えておいてくれ。人間の苦しみをさらに厄介にする問題がある。
だが、その問題について話す前に、人間の脳は物語製造機であるということを説明するぞ。物語製造機？はあ。人間は目の前の現実を認識するとき、見たものをそのまま脳に送って認識するわけではない。見たものを脳に送るまでには結構時間がかかる。だから人間は目や耳などから受けた情報を脳に送る前に、脳の中ではまず瞬時に物語を作り上げるんだ。例えば目の前の友人がボールをこちらに投げたとする。友人の手からボールが離れた瞬間、脳内では瞬時にボールはどれくらいの速度で飛び、おそらくこの辺に届くという物語を作り上げる。目で見た情報を脳に送るまで待っていたら、ボールの速さにはついていけない。だから、瞬時に作られたこの物語を元に動くことで、瞬時に対応ができ、ボールをうまくキャッチできる、というわけだ。なるほど、そういうことですね。人間は生活の至るところで、この物語を作り上げている。何を認識するにしても、まず物語が生成される。自分を認識するためにも、物語は作られている。人間の脳内には事故に関わる物語が収められている。例えば、私は几帳面な人間だから仕事をしっかりこなす、私は2年前に大学に入学したといった具合でな。自分はどんな人間かっていうことが脳内には入ってるんですね。ああ、そういうことだ。人間の自己は物語でできていると言っても過言ではない。これによって人は私は私だという自己の意識を保つことができる。しかし厄介なのは、そこに収められている物語が全てポジティブなものというわけではないということだ。しかもそれには実際にはない虚構の物語も含まれている。例えば、私はこの人に嫌われているとか、私は不幸だとか、実際にはそうではないのに思い込みによって虚構の物語を作り出し、それをあたかも現実のように認識して、それを自己と結びつけてしまう。確かに、実際はそんなことないのに間違って自分を認識している人っていますよね。全然そんなことないのに自分は人より劣っているって考えたり。ああ、こうした虚構のネガティブな物語は人間の苦しみを生み出してしまうことがある。例えば、会社の上司が少しそっけなかったとしよう。普通の状態ならちょっと機嫌悪かったのかなとか、疲れていたのかなと考えたりするだろう。しかし、私はこの人に嫌われているんだという間違った物語を本物だと認識していたらどうだろう。やっぱりこの人は私のことが嫌いだから冷たくしているんだと、実際にはありもしない苦しみが生まれ、何か悪いことをしたのだろうか、いつから嫌われていたんだと、ネガティブな気持ちがどんどん浮かんで頭の中を巡り続けるだろう。つまり、脳内に間違ったネガティブな物語が収められていた場合、それが苦しみを作り出す原因となってしまうんだ。先ほど間違った物語が人を苦しめるという話をしたが、今度は苦しみをこじらせる人は全て自分ごとに捉えてしまうという説明をしよう。はい。苦しみを感じやすい人は他人の物語を全て自分と結びつけて考えてしまうんだ。例えば、両親が喧嘩をしている、同僚がなんかイライラしているというようなことがあったとしよう。父が約束を守らなかったことに母は怒っているのかもしれないし、同僚は朝叩き起こされたから不機嫌なのかもしれない。しかし、苦しみをこじらせやすい人はこれらを全て自分事として捉えてしまうんだ。自分のせいで喧嘩しているのかも、自分が何かしてしまったのかも、といったように他人の物語を全て自分と結びつけて考えてしまう。うわぁ、他人のことでいちいち悩んでたらきっと疲れちゃいますよね。その通り。自分とは関係のないこんなことにまで自分のせいではないか、自分がと自己を持ち出してしまうから、世の中のちょっとした変化にも反応して心がすり減ってしまうんだ。こういう時、人間の脳内では DMN デフォルトモードネットワークという神経回路が活発になり、その結果、私のせいでなどのネガティブな物語を生み出し続けてしまう。へえ、実際に脳内でも変化が起こってるんですね。ああ、実際にうつ病患者は DMN の活動量が大きいということが分かっている。つまり DMN が活発になってしまうと、人間は自己に関するネガティブな物語を生み出す状態になってしまい、自分に二の矢を放ってしまい、苦しみが増すというわけだ。人間が二の矢を打ってしまうのは事故があるから。そして事故に関する間違った物語が苦しみを増長させるということは分かってもらえたかと思う。この物語の発生を止められれば一番いいんだが、
人間は1秒とかからず瞬時に物語を生み出してしまうため、なかなか自動発生をその場で止められない。人間ってどのくらいで物語を生み出すんですか？ 0.1 秒にも満たない速さだと言われている。早っ！それは止めようとしても無理ですよね。そうなんだよ。そういうわけで物語を生み出す直前に止めるのは不可能と言っても過言ではないだろうな。さらに厄介なことに、私たちはそもそも物語に動かされているという事実に気づくことができないんだ。例えば、私は人よりも劣っているといったような物語は自分で作り出した虚構なのにもかかわらず、これを絶対的な現実だと思い込んでしまう。私たちは日々この間違った物語に動かされているということに自分では気づくことができない。そしてそこから苦しみが生まれているということにももちろん気づけないだろう。なるほど。つまり1、人間は物語の自動発生をピンポイントで止めることができない。2、人間は物語によって行動させられている自分を認識できないということだ。しかし逆に考えれば、この2つの問題を解決できれば苦しみを和らげることができる。そんな方法あるんですか？ああ、それこそが今回のメインになる部分だ。そうなんですね。ぜひ教えてください。ではこの2つの問題を解決する方法について解説していこう。これは大きく分けて2つある。停止と観察だ。あんまりピンときませんね。順に説明していこう。まずは停止について説明していくぞ。これは思考を停止させることで物語の製造機能そのものを止めてしまおうということだ。なるほど。毎回製造に対応して停止ボタンを押すのは無理だから、製造する機械自体を停止するっていう感じですかね。ああ、まさにそんな感じだ。そんな方法あるんですか？人は何かの作業に意識を集中すると物語の生成が停止するということが分かっている。ある研究では、健康な男女に1という単語を何度も繰り返し発音させたところ、 DMN の活動量が下がり、事故にまつわる物語の量が減る傾向が認められたんだ。一つの単語を唱えるという作業に集中することで物語の生成が止まったってことですね。そういうことだ。このように物語の生成の停止には何か別のことに意識を集中させることが有効なんだ。この停止のスキルを最も手軽に養う思想という方法を紹介しよう。これは何か別のことに意識を集中させるための方法だ。おお。まず意識を向ける対象を決める。一番簡単なのは自分の呼吸に意識を向けることだな。息が鼻を通り抜ける感覚に注意するとか、お腹の膨らみと縮みに注意するとか、なるべく意識を向ける対象を細かく決めるのがポイントだ。楽な体勢になって腹式呼吸をしつつ、自分が選んだターゲットに意識を向ける。これを続けるんだ。それだけでいいんですか？ああ、それだけでいい。ちゃんとできてるのかな、とか考える必要はない。ただ決めたターゲットにひたすら意識を集中させるんだ。しばらくすると脳にはいろんな思考が浮かんでくる。その日のことを思い出したり、心配事が浮かんできたりするかもしれない。それによって集中が途切れたら、また意識をターゲットに向け直すようにしよう。これを初めは5分程度から始めるようにするといいだろう。だんだんと意識がそれる回数が減ってきたら時間を伸ばすといい。これを続けるうちにだんだんと停止のスキルが鍛えられていくだろう。なるほど。まずは毎日5分試してみます。次に観察についてだ。これは自分の脳内に浮かぶ物語をじっくりと見つめる作業のことだ。過去の失敗にまつわるイメージや将来の不安などの自分の中にあるネガティブな物語を第三者目線で観察し続けるんだ。ジョンズ・ホプキンス大学などのチームによるメタ分析では、自分の思想や感情を観察するトレーニングを8週間続けると不安と抗うつ状態には 0.3 の効果があるという報告があった。 0.3 ポイントという数字は一般的な薬物治療に相当するレベルだ。つまりこの観察という方法は薬を使わずに効果を得られるということだ。え、それすごいですね。さらに近年では観察のトレーニングをすることで脳の構造が変わるという報告も増えてきている。ローマ大学などが行ったメタ分析ではこう結論付けられている。観察のトレーニングによって脳の機能的、構造的な変化が起きるようだ。特に自己認識や自己制御を含む自己言及プロセスに関わる領域や注意、実行機能、記憶形成に関わる領域が変化する。難しい単語が多いですね。これはつまり観察のトレーニングには脳内の私に関わる領域に変化を起こすということだ。そして
最終的にはメンタルの改善や集中力や記憶力の向上が見込める。おお、それって事故に関わる大事な部分が変化するっていうことですよね。しかもメンタルが改善したり集中力も上がっちゃうなんてすごい効果ですね。観察のトレーニングには大きな効果があるということが分かってもらえたところで、観察の手法の一つである観想という方法を紹介しよう。まずはリラックスして座り、どの対象にも集中せずに意識をさまよわせる。そうしているうちに意識はどこかに行き着くだろう。例えば頭の感覚に意識が行って頭がかゆいなと思ったとしよう。そうしたら今頭のかゆみに注意が向かったとだけ観察する。そうしてまた他のことに注意が向かったらまた観察する。家の外を走る車の音に注意が行ったら今音に注意が行ったと観察する。この訓練何の意味があるの？と思ったら今こんな訓練に何の意味があるのかと考えたと、自分が誰か別の観察者になったような気持ちで全ての意識を観察する。そのまま決めた時間まで浮かんできた物語全ての観察を続けるんだ。初めはきっと途中で気持ちが逸れてしまい、生まれた物語に対して主観的にあれこれ考えてしまうかもしれない。しかし何度か試しているうちにだんだんと心の迷いが減って、第三者目線で観察できる時間が増えていくだろう。ここまで停止と観察の技法について紹介してきたが、これらのトレーニングを実践することでだんだんと2つの事実を実感できるようになっていくだろう。1、自己、思考、感情の一切はどこからともなく現れる。2、自己、思考、感情の一切は放置すればやがて消えていくということだ。この意識が少しずつ脳に染み込んでいくと、だんだんと人は脳が生み出す物語に巻き込まれにくくなっていく。ネガティブな感情や思考は世の移り変わりの一部に過ぎないという事実を心から実感できるようになり、ここまで来れば人生の悩みから解放されたような気分になる人も少なくないだろう。おお、さっきのトレーニングをすればそんな風に思えるようになるんですね。ああ、ここからさらにトレーニングを続けていくとさらなる変化が訪れるだろう。今まで自己を構成していた要素がまるで最初から自分とは無関係だったかのような感覚になるんだ。自分の仕事の成果や自分の性格、肩書き、失敗した記憶、そういったものが全て自分とは何も関係がないものだと感じられるようになる。その段階まで来ると自己の意識はだんだんと薄れていく。先ほど私は自己の意識があるからこそ自分自身に二の矢を放ってしまうと話したが、あ、なるほど。自己の意識が薄れることで二の矢を自分に打たなくなるんですね。そういうことだ。トレーニングを続けても自己がなくなることは決してないが、それが確固たる存在だという意識からただの複数の物語の一つに変わり、その段階まで来れば自己の意識に悩まされることはもうなくなるだろう。ということでまとめだ。人間の苦しみは二の矢を自分に打つことで生まれる。苦しみは事故があるからこそ生まれる。人間の脳は物語製造機である。苦しみをこじらせる人は自分ごとに捉える。人間は物語の自動発生を止められない。物語に動かされている自分を認識できない。物語の製造機能そのものを停止する。製造された物語を観察する。停止と観察によって事故の意識は薄れるだな。自分が感じる苦しみは受けた苦痛そのものにあるのではなくて、そこからいろいろ考えてしまうことにあるんですね。そういうことだ。これらは考えれば考えるだけさらに自分の苦しみを増幅させるだけだ。こういった苦しみからいち早く解放されるべきだ。はい、そのために今回教えてもらったトレーニングを試してみます。ああ、そうするといいだろう。きっと苦しむことが減って今よりもぐんと生きやすくなると思うぞ。それでは今回の授業はここまでだ。ありがとうございました。今日の授業は終わり。また来てね。今日の授業は終わり。また来てね。